皆さん、お元気ですか牧師 YouTuber の菅野直樹です。で、前牧師館チャンネルにようこそお越しくださいました。どうぞお入りくださり。ご視聴、最後までお願いいたします。9月16日金曜日、仕事が人に与える影響という題でお話をいきたいと思います。日本には四季がありますね。春、夏、秋、冬。実に自然豊かです。でも、イスラエルも負けてないんですよ。 まあ、イスラエルっていうのは2基しかないんで雨季と乾季ええー、日本は四季あるのにね2基まあでもね実に実に自然豊かなんですよまあ世界の南限の食物と北限の食物が全部ねあのイスラエルの中に入ってるっていうんですからねいやなんというね多様な環境なんでしょうね まあイエス様はそういう自然豊かな環境の中で多くの自然を用いた例え話をされました、まあ、マタイマルコルカヨハネの4つの福音書全て出てくる、まあ、それは種まきの話ですね4つのフィールドに種がまかれるある種は道端にまかれある種は薄い岩地にまかれある種は茨の中にまかれある種は 豊かかな地にまかれた、まあ、道にまかれた種はどうなったか鳥が来てパクッ食べてしまった薄い砂地にまかれた種はどうだったかすぐに芽を出したんだけれど深く根を張ることができないで熱風が吹いて枯れてしまった残念無、ねまあ先日もお話ししたと思いますがエルサレムで雨が降ると荒野のうの方にドバーと水が流れてくるそうすると 一日にしてあのユダの荒野に緑一面草が生え花が咲くでもこの荒野に草が生え花が咲くというのは一年に二週間ぐらいしかない急に雨が降ってね急に咲いたものは急にエジプトから上がってくる南風によって枯れてしまうまあそういうものです赤茶けてしまう 一日にして咲き一日にして枯れるということが起こる、まあ、そういうですね豊かさの中で死と復活というものを見ることができますパッと咲いてパッと散ってしまうそれもイエス・キリストの十字架を見るかのようでありまた一年の半年は雨季で自然豊かなんですが しかしその半分は枯れて死んでしまってるかのようなでもまた雨が降るとまた豊かな自然が出てくるような、まあ、そういうイエス様の十字架と復活を何か自然を通して見るかのようなそんな環境がある、まあ、それが砂地に種がまかれたちょっと話が広がりすぎましたが そして三つ目は、茨の中にまかれた種はどうなったか。茨が邪魔して成長できず枯れてしまった。遮られて成長できなかった。最後四つ目。良い肥沃な土地にまかれた種は30倍。最低でも30倍。60倍。さらに100倍の実を結んだ。いやー、大収穫ですね。皆さん、この種とは神の言葉です。 だからその巻かれたフィールドというのは人々の心です。固く閉ざされていたら道に巻かれたように悪魔がやってきてパクッと持ってってしまう。あるいは輝かされてないその心の人に種をまき福音を伝えてもその人はすぐにパッと芽を出してもねすぐに枯れてしまう。いばらの生えてる人に巻くまく、あ、つまりその人はねいろいろな罪や誘惑に。 いつも満ちて振り回されている人そういう人はその種を受け入れて救われはするが成長しないんだしかし皆さんのように4つ目豊かにまかれた愛によって耕されたその心に神の御言葉をまきそれを豊かに成長させるなら皆さん日本のクリスチャンが 今日この動画を見るあなたがそのように豊かに実を結ぶ、イエス様のあの例え話は、当時のイスラエルの人にとって身近でよく分かる話だったなと思います。皆さん、今日私たちはそのような神の言葉、それがあなたに豊かな実を結ばせる。どうぞ その種があなたの人生を豊かに潤しますよう、ね、につまずき倒れる弱い私 あなたに求めます注いでください までご視聴いただきありがとうございました。グッドボタンやチャンネル登録もよかったらお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。